アートワーク DIY サイドデカールをイメチェンしてみました。さりげなくお正月に麻雀大会をして、なぜか黄色っぽいのが頭をよぎました。これはそうだ、サイドデカールって黄色が入ってるよね。ずっと気になっていました。ということで養生テープを上に貼って印をして型紙を作りました。養生テープを剥がして印の通りカッターカット、簡単型紙ですね。何をするかって、デカールを剥がすんじゃなくて上から養生テープを貼るんじゃないですよ。ちょっとくしゃくしゃですが、黒のカーボンシートが余っていたので黄色の上からペタリと同じ大きさのものをカットして作っていましたよ。こんな感じです。そして養生テープを、これは後で剥がしてもいいんですけども、こんな感じになりました。カーボンシートなんでシワシワでも伸びますんで大丈夫ですよ。そして黄色のデカールの上から斜めのカーボンシートを隠れる、ちょっと大きめに切った方がいいかもしれないですけども、とりあえずお試しなんでこんな感じで作りましたよ。はい、上からつけたり、ちょっとシワがあるように見えますけど、はい、伸ばすと消えます。簡単です。簡単に剥がせるし、デカールも剥がさなくてもイメージが変わりました。シンプルですね。純正のデカールを残しつつ、簡単にイメチェンができました。ワークブレッシング。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録をよろしく。ポン。